道ドライブへようこそ。今回我が輩が走るのは静岡県伊豆市にあるだるま山支線。伊豆の修善寺からだるま山へ向かうだるま山林道までをつなぐ全長約5キロの林道じゃ。久しぶりに林道を走るからワクワクしておるぞ。それでは早速行ってみよう。今日はあいにくの雨模様じゃが、この林道には洗い腰もあるらしいから雨の方が楽しめるかもしれんな。雨の森の苔むした風景が幻想的で、マイナスイオンに癒される感じがするのと感傷に浸っておると、早速最初の洗い腰じゃ。雨の日が続いておるから洗い腰を通り越してもはや川のようじゃ。しかし今回運転しておるランクル200なら全く問題ないな。水しぶきを上げながら水たまりを渡っていく姿が、オフロード車本来の姿が見られてかっこいいの。しばらくは舗装路が続くみたいじゃが、道幅が狭いところもあるから対向車とすれ違うときにはドキドキしてしまいそうじゃな。しかし川沿いを走る林道は景色の変化もあって飽きないの。おっと、故障車の横を通り過ぎると2つ目の洗い腰じゃ。ここも川みたいじゃの。ランクルじゃなければ少し躊躇してしまいそうじゃな。池深い川沿いに林道を進んでいくと、おお、3つ目の洗い腰じゃ。これは今までで一番深いかもしれんな。しかしランクルならこれも問題なしじゃ。そのまま林道を進んでいくと、お、やっとダートが現れたな。ここからが林道の醍醐味じゃな。徐々にダートが荒れてきたな。ここから先は四輪駆動車じゃないと無理かもしれんな。しかし、そういう場所こそランクルが似合うんじゃよな。雨の日のランクルもまたかっこいいの。
の枝も張り出してきたから、車体を傷つけたくない人は引き返すことをおすすめするぞ。おお、枝の張り出しが厳しくなってきたな。これは全部避けるのは無理じゃな。ゆっくりと行こう。しかし道幅も狭いし、路面の石も大きくなってきて、ダートというかもはやオフロードじゃな。事前の調査ではここまで道が荒れているという情報はなかったんじゃがな。また木じゃ。本格的にランクルじゃないと無理な道になってきたな。いや、やはりおかしいぞ。どうやら我が輩としたことが途中で道を間違えたようじゃ。林道は看板などがついてないことも多いから、道を間違えないようにしないといけない。特に雨の日の林道は暗いから間違えやすいな。おかしいと思ったら一旦立ち止まり、引き返すことも大切だと今回学んだわい。いやー、散々な目にあった。どうやらここを左に曲がらないといけなかったようじゃ。時間はロスしたが、オフロードも楽しめたし、気持ちを切り替えて本来のだるま山視線を進んでいくぞ。森の中のワインディングを進んでいくと、ダートが現れたぞ。これが本来のだるま山視線じゃ。このダートならオートバイのツーリングでも楽しめるかもしれんの。ダートを進んでいくと、おっと、倒木が道を塞いでおるな。これは次に通る人のためにもどかさないといけないな。林
道を走るときはこういったことも多いから、ノコギリとかがあると便利かもしれんな。さあ、倒木もどかしたし再スタートじゃ。気持ちのいいストレートなダートじゃ。晴れの日ならもっと気持ちいいじゃろうな。ダートを進んでいくと、あれはなんじゃ。何かが道の真ん中におるぞ。鹿じゃ。スピードを出していなくてよかったぞ。林道では動物も飛び出してくるから安全運転は鉄則じゃな。そろそろだるま山支線を走り切りそうじゃぞ。だるま山は伊豆半島北西部にそびえる根っこ火山連峰の一つで、標高は982メートル。北と西が駿河湾に落ち込んでいるため眺めがよく、特に駿河湾越しの富士山の眺望は素晴らしいことで知られ、あの画家の横山大観はここからの富士山を描いて世界に紹介したほどじゃ。今回はあいにくの雨で富士山は拝めなかったが、晴れの日にもぜひ来てみたいな。だるま山周辺には絶景で有名な西伊豆スカイラインもあるから、またの機会にランクルで走ってみたいの。今回は途中でトラブルもあったが、結果的に楽しい林道走行になったわい。それではみんな、次回の林道ドライブでまた会うとするぞ。Thank you.